皆さんこんにちは、ナイトノーツ、ナイトです。ということで、こちらが2017年に読んだ本で、約100冊あると思うんだよね。1年間で100冊以上読むっていう目標を2017年に立てて読み終えました。で、100冊、今までの人生の中でも読んだことなかったけど、それを読んで変わったのかどうか、それをね、今回はね、まとめ的な感じで話したいと思います。まず結論から言うと、人生は変わりませんでした。何も変わった感じはしませんね。で、人生は変わらなかったんですけど、気づいたことがね、2つほどありました。本を100冊読む中で、その2つの点をちょっとお伝えしたいなと思います。まず1つ目、1つ目はですね、本を読むってことはね、宝探しだなと思いました。正直ね、読んでて面白くない本と面白い本ってやっぱあるんですよ。やっぱり自分に合う合わないっていうのはものすごくある。だからね、合わない作品ってね、全然ね、読んでても入ってこないし、読むスピードも遅いし。だけど面白い本っていうのはね、もうね、スラスラ入ってくるんですよね。だからツイッターとかでもよく、いや本一冊も読み切れないんですよっていう方とかのリプライとかいただくんですけど、そういった場合にはもうその本は読むのやめて、もうどんどん新しいの買った方がいいかと思いますね。僕の場合はやっぱね、キングコングの西野さんの本とかホリエモンさんの本とか、この本は読みやすいっていうのもあるんだけど、やっぱね、自分の人生観とすごく一致してて、ものすごくねスルスル入ってくるんですよね。だから、あ、そうだよねっていう感じで、もうパッと気づいて読み終わってみたいな。夢中にさせてくれる本に出会うことが宝探しと一緒だなと思いました。いや、本読むの好きじゃないっていうのは、そのね、自分の中で合う本にまだ出会ってないだけであって、本が嫌いっていうわけじゃないと思います。自信をなくさないでください、皆さん。本っていうのは本来娯楽、楽しいもののはずなんだけど、なんかイメージ的にね、すごく本読んでると高尚なこと、偉いことしてるみたいになんか思われがちだけど、それはねちょっと違うかなと。面白い本は本当にね、もう漫画とか読んでるのと全く同じスピードで読める。だからやっぱそれを気づくためにも、たくさんの本を読むっていうのは、作業は自分の中で必要だったなと思いました。で、2つ目はですね、その宝探しにも通じるんですけど、出会ったいい本っていうのはね、忘れないんですよ。これ意外だったんだけど、僕2017年に買った本の中で多分ね、2、3割はね、同じ本買ってるんですよね、昔読んだ作品で。で、それは何かっていうと、昔読んで、うわ、よかったなって思ったものって、本屋に行って、ふと目に入った時に、また読みたくなるんですよ。だから内容は忘れちゃうんですけど、いいものだったっていうことはね、いつまでたっても忘れない。だから、人生の節目節目で、あ、こういう時には、この本を手に取れば、自分は自信をもらえるなとか、あ、こういう、ね、ワクワクしたい気持ちの時は、この本を読めばいいんだっていう。内容は忘れちゃったけど、手に取るべき本が分かってる。それは本をたくさん読まないとできない経験だなと思いました。だから本をたくさん読みなさいっていう言葉にはね、一つの真理があるのかなと感じました。100冊読む中でそれをね、付箋を貼る作業だったのかなと思いますね。内容っていうよりも、あ、これはこの時に読めばいい本だったな、これはもう読まなくていい本だな、それをね、付箋を貼る作業をね、1年間通してやってきたのかなっていう感じはちょっとします。これうまく伝わってるかどうかわかんないですけど、それが、2017年100冊読んで気づいたことでした。人生は変わらないけど、もしかしたら人生がね、少し、ね、豊かになるヒントがね、たくさん隠されてるのかなと思います、本人は。ということで、また2018年もね、ペースは落ちるかもしれないけど、気になった本はね、手に取って読んでいきたいと思います。ということで、ぜひ楽しんでくれたグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではまたね、バイバイ。